リスさんはおっぱい派ですか、お尻派ですか？はい、どうも皆さん、ご無沙汰してます、ビスタンです。なんとですね、私ビスタン地上波デビューが決定しました。日曜日夜12時半から放送されておりますフジテレビラブミュージック、その中の先駆け TikTok というコーナーの中で私の投稿動画をご紹介いただけるということで、これがね、出演させていただけることになったのも先日も発表させていただいております、8月21日に開催されますビッグママのワンマンライブ We Don't Need a Time Machine、 このライブにですね、私サポートドラマとして参加させていただくと、その流れでですね、告知動画紹介させていただく形で私出演させていただけることになりました。それを8月16日に放送されるそうですので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。今日は私のチャンネル開設1周年記念日、7月7日に皆さんから募集した質問にバシバシ答えていきたいと思います。たくさんの質問ありがとうございました。というわけで、たくさん答えていきましょう。いくぞ。リスさんは基礎練とかやってますか？もしやってたらどんな練習してるか教えてほしい。質問だ。まずですね、基礎練といっても基礎練の種類はめちゃくちゃたくさんあるということ、そしてその中でも大事じゃない基礎練なんて一つもないということ、そして人、状況、環境によって必要な基礎練習、効果的な基礎練習というものは変わってくるということ、これらをぶっ飛ばしてですね、万人にとってやった方がいいんじゃないかなという基礎練習は、僕はパラディドルだと思いますね。パラディドルとアクセントの移動、まあ詳しくはここで説明しきれないけれども、これは絶対やった方がいいと思います。緊張しないタイプですか？ライブの時すごく楽しそうに見えるので。めちゃくちゃ上がり症です。マジで震えるぐらいいつも緊張してますが、まあそれを見せないようにする努力と、まあ気の持ちようかな。スマイル、スマイル、ほらね、こういう笑顔でステージに臨もう。電子ドラムを買うと思ってるので、おすすめ教えてください。僕新しく電子ドラム導入するんで、それを導入できたら改めてその電子ドラムの紹介動画も作ります。待っててね。リスさんが好きな言葉は何ですか？好きな言葉は何ですか？向上心。イベントとかしないんですか？会いたいです。いやー、これもね、もうすでに行っている予定だったんですよ。不快的なものとかね、この時点でなかなか厳しいんで、ですがいずれ必ず開催しますので、その時は参加してね。前回弟子になるにはバケツを買ってこいと言われたものですが、顔も何ももともと頭についてます。どうしたらいいですか？もしかしてビスタンの頭のバケツは市販のものなんですか？いや、もともと頭に、そうか。いやー、これはなかなか有望な。いやー、もちろん私の頭も市販のものではないからな。生まれてから、ずっとこの頭だしな。自分ができる今一番アクロバティックな動きは？アクロバティックな動きだとしょうがない、見せてあげよう。イエーイ。30日連続の映像編集って1本あたり何時間ぐらいかかってたんですか？映像編集って終わりがないじゃないですか。仕事で映像編集をする時があるので目安にしたいです。動画にもよるんだけど、そう、こだわり始めるとマジで終わりないから、早い時は撮り終えてから3時間ぐらいかな。でも最速でも3時間はかかりました。女性にこれカラオケで歌われたらグッときちゃうって曲は？シーラリングさんのギプスかな。ダーリンをこう、ダーリンをね、こう、ちょっとね、ね、そうね、そう。リスさんの好きなフォントって何ですか？僕の好きなフォントはこれ。これね、ピグモっていうフォントで、あの有名な楽曲ロキの歌詞にも使われておりますね。3つだけ願いを叶えます。何がいいですか？今すごくご時世が大変なので、今まで通りの日常に戻りたい。2つ目、登録者数100万人いきたい。3つ目はね、超とをしたいですね。1曲コピーするのに平均でどれくらい練習しますか？叩いてみた動画のダーティーリップスのヒットミーとか、手のひらで踊るとかは数日間に分けて、ね、少しずつ練習してたんで結構な時間かけましたね。普通のポップスだったら早ければ1時間ぐらいで、動画で上げられるぐらいには叩きます。初心者は何をどれだけ頑張れば BPM180 以上の曲が叩けるようになりますか？これはね、アップダウンのストロークかな。僕の手首の動きをよく見て、ほら、手首が蛇のように、鞭のように
上下してしなっているでしょ。これが全部腕や手首が硬い状態でタタタタタとこの速さ叩こうとすると腕がめっちゃこわばっているのがわかるんじゃないでしょうか。手首を使ってしなやかに叩くと、うん、楽ちんだね、ピース。手首を変に使いすぎても手首痛めちゃう場合があるんで、その場合はすぐに練習をやめて休んでくださいね。昔、一日どれぐらい練習していましたか？僕がね、まだまだ中二病にかかっていた頃は、練習とにかくすりゃいいと、漫画の主人公みてえに修行みたいにやりまくる、そしたら上手くなれるんだって超思ってたので、フロアタムの上におにぎりを置いて朝9時から夜9時までぶっ続けでやり続けたことはありましたね。コラボしたい方は誰ですか？もしくはコラボしたいですか？他の楽器だったらピンハゲさんでしょ、レッスン系の動画だったらシラスタさんでしょ、ゲームだったらスマブラのケプトさんの定時退社に出たいっすね。まあでもね、こんな神々とコラボさせていただくには僕がまだまだ弱小すぎるので、もっと有名になるぞ。ドラムの語彙はどうやって増やしていったのですか？いろんな曲をたくさん耳コピーしたのかな？どうやって自分の言葉になるまで落とし込んだんですか？ドラムにおける語彙力、フレーズとかビートの引き出しの多さ、これはまあいろんな種類の音楽を好きになることじゃないですかね。僕いろんな音楽は分け隔てなく、優しいバラードからゴリゴリなメタルまで大好きなので、その音楽の良さを見つける観点でじっくり聞くことじゃないですかね。あとはドラムに限らず聞くこと、これすげえ大事だと思います。ドラマーだからってドラムのフレーズがどうとかビートがどうとかじゃなくて、こういう曲の展開があってここがこの曲の気持ちよさなんだろうなとか、歌った人はここが一番気持ちいい瞬間だろうなとか、そういう観点で曲を楽しむことが実は一番大事だと思ってます。ミスターはおっぱい派ですか、お尻派ですか？自分はドラム始めて1年ほどになります。ドラムソロで使える簡単なフレーズありますか？トン！よいしょー。実演、これはもうめっちゃロックなドラムの定番なんですが、右手左手右足、右手左手右足、これですね。これをできるだけ早くできるようにする。あとは場所を変えるだけでフレーズが変わる。もちろんリズムの中でも使えるし、ドラムソロの盛り上がるとこかき回すとこでブワーっとやってもかっこいいし、叩きやすいフレーズだと思います。東京事変の中の曲で一番好きな畑さんのフィルは何ですか？めちゃくちゃ好きなフレーズいっぱいあるけど、3つに絞るとしたら、まずは群青日和の1番のサビ終わってギターソロに向かうとこ、2つ目は受水願いのビートのテクニック3つ目はミラーボールの2番の A メロに入るところ、かっこよすぎー。手癖でつい使ってしまうフィルがあれば教えてください。手癖ね、絶対あるはずなんだけど、意外とサウンドチェックとかでよくやっちゃうのは、確かリンプビズキットのブレイクスタッフって曲の一節からインスパイアを受けたハットのテクニックだった気がする。これは好きでよくやっちゃうかもしれないです。リスナーに向けて最後に一言どうぞ。はーい、してるぜ。全部の質問は答えきれなかった、ごめんなさい。ドラムバシバシ叩くビスタンが見たいよという方はぜひ8月21日ビッグママ様のワンマンライブ、私出演させていただきますので、これは本当に命をかけて愛を込めて臨むステージになります。ぜひ見てくださいね。暑い夏を部屋の中でも一緒に楽しもうぜ。というわけでまた次回お会いしましょう。高評価とチャンネル登録をお願いします。またねー。